今度はお前か。なかつかさ。どうした？やっと俺様にひれ伏す気になったか。今日は若い鬼に来た。ん？分かってないのか。何の話だ？お前は負けたんだ。何？そして、誇らしなかばで倒れた武人たちの魂たちに飲み込まれた。ここは妖刀の底の底。ルーを極める列、恐怖に敗れた者たちの魂が行き着く先。それじゃ、さっき俺が見たのは。さらばだ、小僧。もう会うこともあるまい。神を超えると吠えたところで、お前の道の所詮は。 待てよ、鹿野郎。何だ？俺は涙は見せねえ。これは無念に散っていった奴らの涙だ。その無念が晴れるというなら、俺が全部背負ってやる。赤を言う。お前はすでに負けたのだ。絶望に打ちひしがり、肩を震わすお前など。ふざけるなよ。 俺はまだ負けちゃいねえ。恐怖になら立ち向かう。俺は絶対諦めねえ。俺様が負けるときは死ぬときだ。俺自身が負けを認めるまでは。決して負けじゃねえ。道半ばで力尽きた者たちの無念、お前が晴らすというか。ついてこい、中塚さん。 誰も見たことのない世界、この俺が見せてやる。我らの魂、あなたと共に。